よし、これでここがいけるはず。よーし、やっとだよ。もう長いよ、ここまで。長い、長い。オッケー、お邪魔しまーす。さあ、この先何が待ち構えて、うわ、何あれ、何あれ、何、何あれ、燃えてる。トカゲが燃えてる。怖えわ。この先宝があるぞ。オッケー、センキュー。あー、どうやって行くんだよ、どうやって行くんだよ。ねえじゃん、宝なんてないじゃん。何もいいね、マジマジ。こう、さすが行動。みんな石掘ってるね。誰もここじゃ石掘ってねえけどさ、鉱山って感じ、炭鉱夫って感じ。何ここ、なんか煙出てる、すげえ煙出てる、熱そう。わあ、これ進めないとこじゃないか、これ進めないとこじゃないか。焼き人参になっちまうよ、こんなとこ進んだら。焼き人参だよ、こんなとこ。死ぬ。うわー、なんかいる。うわー、それ熱いやつだ、それ熱いやつだ。お前そんな許さんぞ、そんな武器を使うことは。そんな何、鉄溶かしてますみたいな、そんな武器を使うことは許されんぞ。さすが、さすがバスタードソード、範囲攻撃で二人相手に人参マンは無双っぷりを発揮してるな。お前の攻撃なんて当たんねえから、当たんねえから。よし、これは武器としてもらえないの、これ欲しくね。これ結構かっこよくね、この剣。あ、ま、もう霧がある、この道先抜け道がある。ナイスー、ナイスー。あ、誰ですか。あ、先輩、先輩ちょっと通っていいですか。ちょっと通りますね、先輩通して、通してもらいます。お、あ、ここで下降りて、さっきのと、最初のところに戻れるんじゃないか多分。違うか、なんでこれ、あー、これ、これなんかが送れるぞ、これで。これでここ開通すんだ。あー、これここ開通すんだ。オッケー、なるほどね。ショートカッティってわけか。先輩、勝手に動かしちゃいました、エレベーター。勝手に動かしちゃいましたよ、僕。あー、自由に使ってくださいね、僕動かしておいたんで。いやー、違う。え、ここはさ、NPC とかいないの？うわ、行ってふざけんなよー、ざけんじゃないよー。戦いづれえなー。死ねー、死ねー、死ねー。よし、地味に行こう。地味に行こう。オッケー、オッケー。剣をぶつけながらも地味に、地味に、確実に、剣術倒していこう。オッケー、ナイス、人参。いいね、人参マン。ここでは一番強いやつがかっこいいんだぜ。あ、ちょ、待って、待って、落ち着こう。落ち着け。ケツ掘ろう。ケツ掘って一発でも倒してしまおう。オッケー。どうした、お前ら。こいつら攻撃してこないんだね、基本的に。穴掘りに夢中。人参マンのケツの穴だけは掘らないでくれよ。お、なんだこれ。あー、トカゲッティだ。わー、待ってー。わー、ちょっと待ったー、これおかしい。あ、こいつらに倒してもらう作戦か。なるほど。石をぶち当てて、倒してもらうという作戦なのか。でもこっちまで届いてねえぞ。オッケー。もう怖えなー、あの石。地味にダメージ高いから怖いんだよな。うわ、無理だ、ちょっと待って、後にしよう、こっちこっち後にしよう。この先マジで足元これ崩れんじゃないの、崩れんとちゃいまっか。うわっ、おナイス、ナイス、いいね。グレートクラブ、何今、グレートクラブだって来たか、人参の、人参の時代。強化クラブ、グレートクラブだ。片手で、ああ、筋力足りないか。いいね。おお、釘バットだ。おお、いいね、いいね。いいね、人参マン。いいよ。これどうやって変えんだよ。どうやって変えんだよ、ここ。はぁ、左のあの、出っ張りに乗るのか、乗れたわ。メッセージを読む。やっちまった。これどうすんの、降りていいのか。オッケー、よし、
もう一回戻り直しっていう感じかな。いいね、釘バットじゃん。忍者マン釘バットだわ。俺愛用の武器にしようかな、これ。俺愛用の武器にしようかな、忍者マン愛用の武器。ちょっとこっちはなんだ。あー、なんか行っちゃいけない雰囲気が出てないか。画面が消えた、直った。これ、これ行っていい感じか。うわー、降ってきたー。うわー、うわー、許して許して。あった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 。うわー、はめられたー、はめられたよ、パパー。お前らだって岩に当たって死んじまえ。来るんじゃねー、こっちに来るんじゃねー。よし、ナイスナイス、オッケー。危ない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 。どうする、一匹釣るか、釣るかもう向こうに抜けてしまうかのどっちかだな。一か八か、いった、うわー危ない。一番逃げて。みんな悲しいお知らせだ。もう回復がない、もう回復がない。これ回復が底をつきました。ニンジンマン、いけー、通り抜けろ、やり過ごせ、ニンジンマン、ニンジンマン、ニンジンマン、回復がつきました。ガクしまえば問題がないようですね。そしてここ、ここやっと分かりましたよ。よく見ろってここのことだったんですね。さてここを回すと一体何が起きるのか。ここが上がってさ、上がって何があるんだ、何があるんだ上に。でも下なんかアイテム見てないか、あれあれアイテムじゃないのか、あれはひょっとして。やば、これ下、うん、あ、あっちに、あっちに渡れるんだ。へえ、これはちょっと下のアイテム取りみたいな。下は何があるんだ、果たして下には一体何があるのか。何なんだここは、何なんだここは。おっと、メッセージがある、読んでみよう。かわいい、かわいい敵、かわいい敵ってなんだ。どうした、はかない瞳の石、はかない瞳の石ってなんだ。はかないでいいのか、読み方は、読み方ははかないでいいのかな。はかない使用者の、あー、これは人間性か、つまり人間性みたいな。うわ、帰れねえ、ふっ、無理だ。これはここを拾いに来るものだそうだ。なるほどね、よくわかりました、よくわかりましたよ僕。じゃ上に行こう。もう一個上だな、もう一個上には何があるか。あ、ちょっと待って、あそこにもアイテムあるじゃん。あれ出てんだ、ここはどこだ。この先に敵、魔法に注意しろ。これどこに出た、うわーちー、わついよパパ。これどこ、はっ、どこやねん、これはどこなんだ一体。神戸の騎士のソウル、これどこ、俺今どこ歩いてんの。よーチェスター、素晴らしいチェスター来たぜ、おらーしゅー。いいね、メイルブレイカーに変えてやっぱ正解かもしんないな。ここはみんなの助言からね、メイルブレイカーに変えてみたんだけどいっぱいいるな。やろやろ、お前の武器はスナイパークロスだったんだ。あ、行ってマジか、お前らよくないな、よくないぞ、そういうのはよくないぞ。まずはてめえからだ、まずはてめえからだ、クソ野郎。魔法が怖い、魔法なのか、あれは呪術なのか、魔法なのか。危ない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 、危ねえ。オッケーオッケー、うわー、バカー、うわーうわーうわー。あー、いいシーン投げてたクソ野郎は。おらおらおら、死ね死ね、てめえらこの風野郎。これリボップするのかしないのか。叩き潰すバトルアクス、叩き潰すバトルアクス、いいね、叩き潰すバトルアクス強いのか。あ、なんか装備できる、これ普通のバトルアクスは違うの、叩き潰してはなくねえか、叩き潰してはないんじゃないかこれ。まあいいや、行こう。はい、というわけで皆さんこんにちは、ニンジンマンです。日にちをまたぎましたね、前回から。前回はなんかあそこがちょっと数が多すぎてちょっと絶望しかけたんで、ちょっとね、回復もつきちゃったんで、ちょっとね、回復とりあえず補給、草をね、最初の城のとこで補給してきてね、さっきちょっと見つけちゃったんですけど、こっちにね、こっちに見ちゃうんだね、これ気づかなかったよ、もう完全に気づかなかった俺は。というわけでこっちから取っていこう。でこっちは上から抜けていく感じかな、上から。あいつ多分スルーできると思うんだ。よし、なんだよこっちに道あんじゃん、もう
何回死んだことか、あそこで多分前回。前回俺苦戦してたよ、多分あそこ。でさっきね、何叩き潰すバトラックスとか、ちゃんとハンドル回して手に入れてきましたけど、どうしよう。ここの敵はコメントを見る限り、どうやら一つ系のスチールシールド。いいね。いいのか分かんないけど、一つ系の武器が有効そうなので、ちょっと一つ系に変えてみました。果たして、本当に一つが、まあでもね、さっき掘ってみたらね、一撃で死んだんでね。やっぱ、ここの敵はね、バスターソードじゃ通りで、ここ待って、こう上から降ってこない？大丈夫？ここ。許して、許して、危ない、危ない、うわ、なんか取ったけど見れなかった。まるで出しすぎー、痛い、もう無理。なんやねん、もう、お前ら。もう無理だよ、お前ら。よし。迷いました。僕も迷いました。僕もね、僕パート4かなんかでクッソ迷いました。オソロじゃん。僕迷うよな、やっぱり。こう、取っていいか？人参だーし！うわー、ちやちゃん、危ねえ危ねえ危ねえ、なんか取り抜けられた。オッケー、人参マン、ナイス。さすが人参マン。なんとか、あの炎地帯を抜け出すことが、なんで犬が見えた。うわー、やめろ！じゃれるな。じゃれるなって。やめろ！やめろ！やめろ！人参マン！危ない危ない危ない、果てしなく危ない、果てしなく危ない、草を食え。よし、ニンジマ生き延びることができた。今日も生き延びることができました、ニンジマ。うわー、来てる。うわー、マジ、うわー、マジ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 、死んだ。うわー、頼む、死んでくれ、許してくれ。あー、うわー、トカゲも追いかけてきて、これはまずい、まずいけど、ニンジマン、草を取ってきてよかった。危ねえ、ちょっと待って、電話が来てる。さらにリアル世界からも電話で俺に攻撃をするというのか。やばい、これはもうやめてくれよ。今俺バイト終わったばっかで、帰ってきたばっかで疲れてんのに何実況撮ってんだよって話。許して、もうあと一発。よし、オッケー、ちょっとあのトカゲ見てんの怖すぎ、マジ許してくんねえかな。こっちは何もないかな、なさそうかな。でもこういうところに限って意外とアイテムがないんだな、これがないんだな。よくないぞ、そういうのはよくないぞ。死骸が落ちてる、犬の死骸。うわー、ちょっと待って、処理落ちパネル、なんだこれは。苦しいです、評価してください。誰がだよ、俺だって苦しいんだよ、俺だって苦しんでんだよ。ちょっと待って、電話がしつこい、ちょっと待って、皆さんちょっと待って、電話してくる。はい、すいません、皆さんお待たせしました。ちょっとリア友との命の駆け引きしてきましたよ。どんどん進めていきましょう。なんだこれ、拾ったぞ。メールブレーカーでちょっと盾構えながら進みたいな。ちょっといきなり何が飛び出してくるかわからないからな。車が飛び出してきたら人参も引かれてしまうから。うわー、 ET だ、 ET 来たな。 ET、 それで ET に行けませんか。すぐメールブレーカー強いな。みんなが言った通り、この敵はやっぱり一つ系に弱いわけですね。オッケー、ニンジンマン、物品を壊していく。なんだこれ、結婚かアイテムかと思ってた。うわ、何ビビったよ。いいね。あー、ちょ、ごめん。あー、もうこいつらも後ろから掘ると楽ピンだわ、楽楽おピンピンだわ。ちなみにね、パリしないのとかいうコメントがあるけど、俺の技量じゃね、パリできないからね。どんどんケツ折っていくスタイルでいくよ。あ、ちょ待って、これサンタさん絶対なんかくれる。サンタさん、僕にもプレゼントちょうだい。よし、ニンジンマン君はいい子にしてたからプレゼントあげちゃう。ちょ待って、こいつ、これね、ちょ危ね、待ってくれよ。危ねえ、お前そんな狂気振り回していいと思ってんのかよ。制裁を超えてやる、このニンジンマンがな。貴様よくない子。おお、いっぱいもらった、すげえいっぱいもらった。サンタさん、ありがとう。あ、これ何、ハンドル回し、ニンジンマン勝手にいたずらしていく。ハンドルを回してしまった、ニンジンマンいたずらだ。これはなんだ、これは、うわー、何これ、溶岩、何これ、灼熱、何この装置は。あ、止まるの、止めてしまったの、ニンジンマン。おー、ところでラインがストップしてしまった。この工場、炭鉱、何、鉱山じゃなくて、そう、俺の中で行動、このストーファング鉱山は、鉱山じゃなくて、行動はストーファング鉱、あ、もう何言いたいのか分かんなくなってきた。まあ、つまり、俺の中でこのステージの名前は、ストーファング鉱山だということになったわけよ、みんな。わかる？アイテム落ちてる。え、ちょ、待って。え、で、つまり何、つまりどうしたらいいの？
つまりそうしたらこっちに行けるようになる。あら、あら、あ、あれ乗るのか。あ、ニンチもあれ乗れんだきっと。え、あれどっから乗れますの。そちらには どちらからお乗りになれますの。あれ乗っていくんだ絶対。俺も乗せてくれ、俺も乗せてくれ。すいません乗り場。ああああ怖い、ちょっと待って、なんか降ってきた。うわ、なにこれ。え、これどっから乗れるの。乗れる、乗れるやつじゃないの。これ乗ってなんかボスとか行けちゃったりしないの。メッセージを読む。こんにちは。うっせえよ、そんなことじゃねえんだよ。こんにちは。降りちゃったけど、降りちまいましたよ、人参マン。え、どこ行くの。え、What this 人参マン。ん、苦しいの消化してください。うわー、ちょっと待って、ジェスチャーってどうやるの。ちょっと待って、どこだ、どこだ、よくないな、よくないぞ、そういうの。ここか、ここか、なるほど、さっき溶岩いっぱいあったとこだ。てか、こいつの死体はさ、あの溶岩みたいないっぱいあっても溶けないってか、溶けない、ん、溶けないのか。これ何、人参も滝集合、人参が現れてる、人参が現れてますね、これは。これ生食いけますね、人参も生食いけますね。アイテムだ、アイテムだ。こっちまで来てよかった。毒に耐えるものの指輪いらないな、別に。こっちの先に行きたい、人参マンは。未知の世界を感じる。まあそんなことはどうでもいいや。どんどん先を目指そう。半月草、半月草来たね。あ、メッセージ。このメッセージを読んだら、読んだら何何何何、読んだら最後生きて帰れた者はいないみたいな。怖いわ、デモンズソウル。マジかよ、俺怖い話だけはやめてって言ったじゃん。言ってねえけどさ、一言もそんなこと言ってねえけど、俺怖い話嫌なんですよ。